できなかった。ねえ、恐ろしい。あそこ落ちたらお疲れ様でしたになりますからね。ここ水ちょっと、ここの水もちょっと工夫しましょう。あそこに集中集約させるのは、私がハマった時さっきみたいに死亡フラグになる。景観をね意識してね水作ったけどね、そこはまあここは本拠地だからさすがに物は物資はそこそこあるからね。はい、またねこれねボートでどっか行くっていう目的を早くも忘れてきている感じですけども、まあよくある話だ。なんら問題ない。そんなのあったっけ。わがあったよ。俺の今や第二の故郷、帰らねばならないだ。あそこに、ああ、ここも川一個しかないしね、これ貴重な川ですよ。あっち行けば腐るほど手に入るのに。これ死んでもいい装備で、こんなもん。土はね結構使うからね。土使う、土絶対使う。何やろうとしたんだ。そう、牛さんを救出しにね。その前にちょっとね、整地をします。ここやばい。攻撃しちゃった。どこだ。あ、失敗した。あんま流れを作っとくとね、後で痛い目を見る。さっきみたいね。お、里吹君成長早い。なんか押しちゃった。あ、ここはまあしゃあないのか。
ね、もう2時あっという間ですよ、この時間が果てしなく持っていかれますかね。お疲れ様です。昨日は寝落ちしたが今日は健在ですわら。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。どちらにしろこれでね、一応不意の死を防げるかな。あとはもうちょいこの辺綺麗にしてですね、とにかくね、あのクリーパーにねマジぶち壊しされまくってるんでね、悲しみですよ。やっぱそんなことやってる場合じゃない。そうそう、鉄のなんかも見つけたいですけどね。鉄ブロックなんだよ。大釜ってのもよくわかんないし、何かに使うんだろうというか。鉄格子、違うんだよな。椅子。トロッコは分かるんですけどね、レールが作んね、作れねえっていう。まあいい、今はこれをやってる場合じゃないんでね。
鉄ももうちょいね、集まったら鉄、鉄装備というか鉄でなんかいろいろやりたいんですけどね。ただレシピがわかんない。そんなに。さあ行きましょうかね。やっと。すげえたくさんある。私の身体力はどこなのか行きますか。行っちゃう。いや飛んできたけど、地上からは行けるんですよ。そう、ここが入り口なんだ。ここが入り口なのは分かっているんだが、あ、地下からね、地下からは行けるんだが、あえてここは地上から行かせていただく。ボートは3つ。行くぜ、男の旅よ。どっち方面なのか、果たしてそれすらもわからない。まあ、とりあえずね、ここを起点に、どうしようかな。どっち方面に行こうか。まあ、まっすぐ行ってみましょうか。じゃあ、ここを直角に、こっちに行ってみましょう。てっ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 て。さあ、旅が始まったばかりだ。これなんかファイナルファンタジーとかの飛空艇とかそういうの思い出しますね、この感じ。やだ、なんもないわ。お、なんか見えてきた。なんか見えてきた。あれなんだ。単なることり。さあ、そのまま進むぜ。うおー、何もねー、本当に何もねー。お、だけどなんか見つかった。